メール。こんにちは。はい。はい。カリウレナさん、頑張ったこと、大変だったことをお願いします。これ逆ですか？大丈夫です。はい。頑張ったことは、そうだな、カリウちゃんはリライフにとって多分一番リライフを見てる方の気持ちっていうか、みんな見てるみんなの悩みっていうところに一番近い存在だと思ったので、みんながどういうことを悩んでるだろうなとかみんながどういうふうに、今を生きてるんだろうなっていうことをすごく考えました。すごい。でも保健室のシーンとかやっぱりなんか、なんていうんですかね、なんだろうな、あのリライフであそこがあるから、岩崎さん感想巻きでお願いします。あそこからこそなんか素敵なシーンだなってすごく思いました。ありがとうございます。ということで、はい、はい、そんな池田さんのカリウレナをぜひ劇場でご覧ください。見てください。バイバーイ。バイバーイ。わあ、すごい。めっちゃ美味しそうだね。ワインをつけていただいてもいいでしょうか。今日もさ、すごい楽
EA Sports. It's in the game. Start the game! You're doing pretty good! Have a Pepsi. Next stage. Pepsi for TV game. Pepsi for pizza. You got it! Yeah! Yeah! Woohoo! Everybody Pepsi! Drink Pepsi! Pepsi, only my choice. Pepsi is... Excuse me. Pepsi presents Sarac and Pinas. Subukan! Dito mapapasayaw! Kahit butas na karayom, papasukin ko! Ang dami mo pang kakainin, bigas! Humanda ka! Tapos na ang maliligaya araw mo! Hayop ka! Hudas! Ahas! Bangit!
Alvarez! Magpaalam ka na! Dahil sa kangkong ka pupulutin! Gawa na ang kabaw na paglilibingan mo! More music. 100% dance. Easy love. イタリアのブランドですね。イーボの、モッツボートでございます。はい。こんな感じでございますね。モッツボートね。どう、まずこれね、すごいこのかっこいいなと思ったんだけど、こちらあのモッツボートって、なんかさ一時期バンコー流行ったじゃん。うん、で知るきっかけになって、それから、まあ、ずっとあるよね。そうね。消えることなくあって、割と定番っぽいボートではあるけど、また今年再燃。ちょっとまたね、そうトレンドとして結構取り立たせることが多くて、結構注目されてるんだよね。それは形を変えつつ、まあ、もちろんシルエットとか、竹とか色とかいろいろ変わってるけど、そう今年ちょっとまた再注目。なるほどね。いいよね。使いやすいからね。ちょっとねミリタリーのもともとミリタリーのコートだから、ちょっとこうそうやなイメージはあるんだけど、合わせよう。ちょっとこうジャケットとか切れ目なトーンにすることで、ちょっと大人っぽくこなせるかなと思って、白パンとかこういうちょっとワースカラーとかでまとめると、よりちょっとこう上品な感じ、ただニュアンスをちょっと薄めにというかね、色味がいいかな。でこれに例えばね、前回使ったチェスターコートとか合わせてもいいんだけど、もちろん合うよね、合うけどなんかパリッとしすぎるっていうかね、まあ、ちょっとそういうアクセント欲しいなって時はこういうコートを合わせてみると、ちょっと着こなしに変化はつくかな。なるほど、着こなしの変化ね。そうです。だからちょっとカジュアルダウンじゃないけども、カジュアルの方に寄せるという、なるほどね。おしゃれだ。似合ってますよ。ありがとうございます。取り外しも可能だし、こうね。ああ、そうかそうか。そう、使えるよね。だから真冬はもうこれつければいいし、それで風とか寒さ防げるじゃん。なるほど。でもちょっと暑い日もあるじゃん。あと中に着込みすぎて、暑い日はさ、こういうの外してもいいし。これ重要だよね、こういう機能性ってね。コートで。これで着れるシーズンが一つ増えるからね。いや、本当そうだよね。やっぱりコートが変わればコーディネートももちろん変わるんだけど、前回とガラッと違うもんね。そうね。前回はチェスターにちょっとスポーティーな感じをさ、なんだっけ、スポカジだっけ、ラグスポ、ラグスポだ、ラグジュアリースポーツ、スポーツか、ラグスポね。これまたさ、モッツコートってやっぱ流行った時なんかジーンズで合わせたりとかしてたじゃん。もともとね、そう、イギリスのねモッツたちがこうね着てたからね。そうだね、そうだね、だからペスパ乗ってとかね、これでね、そこが原点だもんね。でも当時もね、スーツ着ながらこうね、スーツの上にモッツコート着てベスパ乗って走るみたいな。なるほど、それがだからおしゃれだ、最先端だったんだね。そうそうそう。だそれがまだまだね色濃く残っていて、でもかっこいいから残ってんだろうね。まあ、そうだね。使いやすいから残ってんだろうね。うん、やっぱカーキってさ合わせやすいじゃん。
特に今年ね換気流行ってるし、ね、色だけでちょっと男っぽいイメージ出せるし、はいはいはい、そしてこの中のねコーディネートも全て使いやすいでしょジャケットといいニットといいパンツもそうだし、いろんな組み合わせでね使えるものだから、なかなか普段こんなジャケット着ないでしょ。着ない ねだから俺は本当は例えば妻とね、うん、レストラン行く時とかはこういう格好していくとなんかいいかなとかって思うね、うん、たまにはね。いや俺久々こういう格好してなんかちょっとテンション上がってるもん。ちょっと街に来たしね。うん、いいね。なんか冬にねビルのさ谷間風ぶわー吹くじゃん、うん、ビル風が、うん、そういうのスーンと寒いじゃん、うん、なんかこういうの羽織ってね、うん、ここにマフラーをプラスしてね、うん、この歩いてる姿を想像しただけでなんかちょっといいよね。おしゃれして寒い中歩くって冬ってさおしゃれできるじゃん。そうね、いろいろ付け加えれるじゃん。それがなんか楽しいよね。いやーいいね、おしゃれ楽しもうよ、うん、じゃあもうちょっと散歩していきましょうか。はい、
no hit the rocky passo. Hold on, me wish come true. This woman start to be mine. Pick it up, pick it up, pick up your body. Pick it up, pick it up now. Pick it up, don't put it on the ground. Feel your body, move it all around. You like it? Yes, man. You like it? Uh-huh. Pick it up, don't put it on the ground. Feel your body, move it all around. You like it? Yes, man. You like it? Uh-huh. You like it? Yes, man. You like it? You like it, uh-huh. Feel your body, move it all around. Why your body, move it all around. Feel your body, move it all around. Why your body, move it all around. Feel your body, move it all around. Why your body, move it all around. Feel your body, move it all around. Why your body, pick up your body. Pick it up now. Pick it up now. Pick it up now. Pick it up, don't put it on the ground. When your body move it all around, you like it? Yes, man. You like it? Uh-huh. Pick it up, don't put it on the ground. Feel your body move it all around, you like it? Yes, man. You like it? Uh-huh. You like it? Yes, man. You like it? Uh-huh. You like it? Uh-huh. Feel your body move it all around. When your body move it all around. Feel your body move it all around. When your body move it all around. Feel your body moving all around. Why your body moving all around? Feel your body moving all around. Why your body pick up your body? Pick it up now. Pick it up now. Pick it up now. Go your life, Taiwan. You like it? Yes, man. You like it? You like it. はい、次のワンショーでラストの撮影になります。最後まで頑張っていきたいと思います。エントリーナンバー9番、 A ライツ所属、徳島県出身、18歳の斉藤愛理です。特技は卓球で、卓球とトランペットで、卓球に関しては全国大会に出場経験もあります。あとの特技は耳を動かすことができます。趣味はメイクの研究と自炊です。ミスマガジンにもグラビアにも初挑戦ということなのですが、この機に、たくさんの方に名前を覚えてもらい、でいつかは女優さんになって愛してもらえるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。さあ、それではですね、スモークサーモンを使って、まあまあ簡単な料理ですかね、まあ料理というか乗っけるだけなんですが、バケットにね、なんかいろいろサンドイッチでもないですけど、なんかなんだろう、乗っけていくやつっていうのを、まあ作りましょう。よし、まずクリームチーズをじゃあ塗っちゃおうよ。クリームチーズとさ、スモークサーモンってやっぱ相性いいよね。今日はね、こうやって上に乗っけて、ちょっとまあ前菜でもないけど、ちょっと軽めのね、食事として作ろうかなと思います。サンドイッチなんかしてもいいかもね。さあ、そして上にちょっと葉っぱ乗っけます。葉っぱね、葉っぱを乗っけて、はいはいはい、ベビーリーフ乗っける。そしてアボカド、アボカドを潰してマヨネーズと、まあ、あのレモン汁は入れてますけども、マヨネーズとブラックペッパー振ってます。ちょっと香辛料も入る感じ。これを上からドン、葉っぱを押さえつける、ベビーフィル押さえつける、押さえつける、ドン。はい、そして上からスモークサーモンいきましょうかね。いえ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 、はい、
ちゃ多いよ。スマークサーモン、スマークサーモンメインですからね。アボカドが隠れちゃうぐらいのスモークサーモン。2枚でいいか。よいしょ、よいしょ。3枚いった方がいいね。なんか見た目いいね。3枚いこうよ。アボカド隠しちゃってもいいや。よし、3枚 OK。 こんな感じね。そして上からですね、ケーパー行きましょうか。ケーパー、おい、そうだったっけ。どうしてやったっけ。これ乗っけとくね、アクセントね、いいですよね。ケーパー、あー、おしゃれ。自分で言っちゃったよ。ケーパー乗っけるだけでなんかおしゃれになるよね。なんだろう、3つぐらいに、こう、よし、 OK、 いいでしょう。で、ちょっと上からブラックペーパーいとこうか。パリ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 、いいんじゃない。スモークサーモンを使った、これなんて言うんだろう、この料理って。カナッペか。カナッペでいいのかな。なんかあれでしょ、クラッカーとかパンの上になんかいろんな具材乗っけて楽しむやつね。カナッペ、カナッペでいいか、多分カナッペ、自家製スモークサーモンを使った自家製カナッペ出来上がりました。いただきます。すごいね。部屋の中はすごく煙の香りが充満しております。空港が自慢しております。その中でなんかアウトドアで食べる感じだね。いただきます。最高、めっちゃくちゃうまい。あ、いいね、家でこれできた。あー嬉しい。あ、おいしい。ちょっとこれからゆっくりと、いただきたいと思います。いや本当にこれ買ってよかった。オーブン燻製器ちょっと高かったけど、迷ったけど買ってよかった。また違う燻製思いついたらご紹介したいと思います。作る過程をね、見せてきたらなと思います。さあ、それでは皆さん、またお会いしましょう。笑顔でー。メンチューナイサー。今日一日スタッフの皆さんと一緒に素敵な作品できたらなと思ってます。頑張ります。
なんかクリスマスっていうだけですごくテンションが上がりますし、なんかいつもと気分が違うし、クリスマスっぽいなんかアクセサリーとかをちょっと選んじゃうような浮かれっぷりでやらせていただきました。皆さんに会えるの楽しいですし、こんなクリスマス、まあ、ホリデーシーズン本当に初めてで、毎年寂しく過ごしていたので、皆さん本当にありがとうございます。最高のクリスマスです。そうです。毎年ポツンと過ごしていたような、もう記憶にもないぐらい、何したっけって聞かれても何したか覚えてないぐらいのクリスマスだったけど、今年のクリスマスはもう覚えてた。もうやっぱりガールズアワードって2年半ぶりなんですね。なのでこうやっと。からあのステージに立てるっていうこう嬉しさと、なんか次はどんなお衣装を着せていただけるんだろうっていう、こうフィッティングの段階からすごい楽しみでいっぱいだったんですけど、こういざ歩いてみてお客様を目の前にしてランウェイを歩くっていうのは、やっぱりこうモデルをやっててよかったなっていうふうに改めて思えるような場所だったなって思います。また衣装でかなり毎回イメージがガラッと変わってすごい。はい、ご自身ではどう思われますか？いや、さっきこれじゃないお衣装の時は結構カジュアルというか、ちょっとストリート要素の強みなカラフルな、私が普段ファンの方にお見せしないような雰囲気のコーディネートだったんですけれども、こう SNS でもファンの方からもういつもと全然違う雰囲気ですごい楽しませてくれてありがとうっていう風にメッセージをいただいたので、なんかこう自分では選ばないようなお洋服というか雰囲気になれるっていうのも、なんかそういう姿をファンの方にお見せできるっていうのも、やっぱりこういうコレクションの魅力なのかなって思います。見てらっしゃるファッションのことを教えてください。じゃあエモダのお衣装なんですけれども、こう全体的にサイトのシルエットでよりこうスリットも入ってたりして、こう夏に向けて
涼しげであり、こうスタイルアップしてくれるような洋服になってます。しんどい撮影とかも結構正直あったんですけど、乗り越えてこれたのは多分メンバーがいたからだし、メッセージをくれる応援してくださる方とかがいらっしゃったからだと思っています。1年間応援ありがとうございました。そうですね、マルチに何でもできる女優さんが一番強いと思うので、全部中途半端にならないように、何でもできんだこいつみたいな、そういう女優さんを目指したいです。2017-18 ワウワウリーガールをただいまやらせてもらってます。毎週月曜日リーガダイジェストのコーナーに出させてもらっております。そして毎週木曜日はリーガネクストというワウワウ動画の方で配信されている動画でやらせてもらってます。この間今まで VTR での出演だったんですけど、今回初めてスタジオに行かせていただきまして、これからはスタジオでやらせてもらいますので、ぜひチェックしてみてください。そして集英社秋のデジタル漫画祭、通称秋漫の猫役アキニャンをやらせてもらっております。映像、特別映像が第1話から第5話まで、YouTube 等に上がっておりますので、よかったらぜひご覧ください。どうも、FG48 の大場美奈です。今回私自身とっても久しぶりのグラビア撮影をしました。このためにちょっと体も絞ってダイエットしたりとかして、気合十分で撮りました。これが発売されている頃には26歳になっております。今撮影は25歳の私でやっておりますが、26歳に向けて大人っぽい私がきっと映し出されてるんじゃないかなと思います。皆さんぜひたくさん見てください。よろしくお願いします。これから忍びを倒しに行くわけですが、ちょっと正直内心怖いところもあるんですけど、賞金のためにしっかり一体一体倒してモチベーションを高く持って頑張っていきたいと思います。おめでとうございます。皆さん新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。ということで、どうも、あつしです。さあ、この度作りましたあつしのアクリルスタンド、すっごいたくさんの方々から、想像をはるかに超えるたくさんの方々から、ご応募いただきました。そして温かいメッセージいただきました。本当にありがとうございました。で、その応募の配信からですね、1週間経ちましたので、ここで、応募の締め切りとさせていただきます。皆様重ねですが、ありがとうございました。これから、抽選させていただきまして、このアプリスタンド皆様のところへ、お届けさせていただこうかなと思っております。どうぞ楽しみにお待ちください。皆様ありがとうございました。ありがとうございます。
週刊ビッグコミックスピリッツをご覧の皆様、こんにちは、鶴島奈央です。現在発売中の最新号の表紙、関東グラビアを務めさせていただいてます。ありがとうございます。はい、今回はこう夏らしい感じで撮影をして、表紙が爽やかな感じになっているんじゃないかなと思うので、ぜひご覧ください。これからもよろしくお願いいたします。ありますね。やっぱおなじみのメンバーですし、すごく信頼のおけるスタッフさんたちですし、花部さんにも何度か呼んでいただけて、本当に大好きな現場なんですけど、原作が好きだからこそ会長のファンの熱意とか熱量を知っていますし、なのでやっぱ緊張しますね。銃の持ち方ですかね。人それぞれこう構え方、持ち方があると思うんですけど、キラリらしい持ち方というか、こう女性らしく可愛らしくじゃなくて、多少手だれてる方が怖いなと思って、そのちょっとこうキラリが銃をスッと握る感じとかは監督に相談して、構え方もちょっと意外と男性っぽくというか、はい、そうですね、フリーファンキーさんとは、スナックラジオという、フリーファンキースナックラジオという、ラジオ番組でご一緒させていただいてるんですが、もちろん今回の写真集で撮っていただくことも初めてで、こんな風に撮っていただけるのかと、まあ、ワクワクしていました。で、撮影にいざ最初に撮っていただくときは、リリーさん自身がこう気に入った、なんていうんだろうな、その、納得した時にしかシャッターを押されないんですね。で、そこがすごく、ほとんど今まで撮っていただいたカメラマンさんと、なんかこう違うなと思ったところで、それで私も、あ、こうかなっていうふうに、こう一緒にこうなんか、作品作りをしているような気持ちになって、とても楽しかった印象です。はい、リリー・フランキーと申します。僕ももう長くビートルズマニアを続けてまして、まあもう僕がそのビートルズを聴き始めた頃はもうビートルズが解散していたんですが、それでもその残された映像を、あと写真とか、あれこの写真見たことないな、このアザーカット、この映像でっていう、なんですかね、もうそのマニアとしては、もう解散してしまって何十年も経つバンドを追っかけるんですが、見たことない写真、一枚写真とか、見たことない映像っていうのは、もうほぼないだろうっていうぐらい、もういろんなブートレグ屋さんとか、いろんな海外の人を探して、この写真ってあったっけみたいな、マニア同士が話す中、あの伝説のルーフトップの、6時間ですか、まだなかなか全貌がつかめてないんですが、未公開の映像がそんだけ大量な物量で出てくるっていうことは、もう本当にこれが最後だと思いますし、あの時期にあのメンバーがやっぱ屋上に集まって最後の演奏に暗くなったライブですね。いや、この貴重な映像今までどこにあったんだっていうことと、そしてまたそれをピーター・ジャクソンがまた新たにエディットしてということで、これはもう映画としても大変素晴らしい映画になっていると思いますし、もう資料映像としては大変価値のある、これは本当ビートルズのマニアの方に関わらず、一つのやっぱ音楽の歴史として、やっぱ音楽のドキュメンタリーの映画っていうのはやっぱりどれ見てもハズレがないので、ぜひこう一つの音楽一つの世界を変えたグループの、最後の伝説の映像を見ていただきたいと思います。あ、そうですよね、まだ見てないんですよね。そうです、これからです。
はい、そうだそうだ、はい、まあできればですね見た後にまた語られたいんですけど、まあ、曲変わりますけどいや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 、もう本当に感想を早く聞きたいです。ご覧になっていただいてどういう、思いが皆様の胸に芽生えるのかというですね、早く聞きたいです。まあ、今日は変わりますけれどもラジオの方にでもですね送っていただけるとすぐ目を閉じますので皆様必ずだと思いますけれども、ほとんどそうだと思いますけども、育ててくれたお父様お母様いらっしゃると思います。かつて自分がどういうふうに育ててもらったのか、そして愛してもらったのか、そういったことを思い出しながら見ていただけるとですね、またこの映画より一層味わい深いものになると思いますので、ぜひ今日は楽しんでいてください。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、田村静香役をやらせていただきます、山口です。静香というのはこう離婚という、まあ、その失敗を超えてそのハンデを乗り越えようと、とにかく突進突進突進、突撃突撃前進という勢いで進んでいる女性なんですけど、私も突進しようと思ってますのでよろしくお願いします。自分にしかできないものを作りたいというか、自分にしか、自分だからこそできることもあるだろうし、オリジナリティも含めて、やっぱ自分にしか作れないものを作りたいじゃないですか。そう考えた時に例えば今の日本映画、まあ、世界の映画も含めてものすごくテンポを速くカットを刻んでスピード感を出してお客さんを飽きさせないように、いろんなこう話もうねらせて、飽きさせないっていうことが今の映画のなくてはならないベースにあると思うんですけど、そこから抗いたかったんですよ。本当に素晴らしい賞をいただけるとは思っていませんでしたので大変嬉しいです。大変光栄なことに思っております。おっさんずラブ、一度単発で、やりまして、その後ベンドラカーになりまして、まあその男の人が男の人に恋をするという非常に題材的にはなかなか取り上げることの少ないといいますか、初めてなんじゃないでしょうか。それにも本当に何て言いますか、真正面から取り組んで、皆さんから本当に温かい声援とお褒めの言葉といいますか、面白かった、素晴らしかった、今までにないドラマだったという言葉をたくさんいただきまして、まあ、あまりにもその反響が大きかったので、実は正直びっくりしていたんですけども、でもとにかくその皆様の、声援に励まされて頑張ってやれていたのではないかと思います。本当にご声援ありがとうございました。皆さんこんにちは、東条会計三次団体松金組若頭羽村恭平役で出演させていただくピエール滝です。まあね、僕はもう今年50ですけれども、ゲームとともに育ってきた感じがある世代なものですから、単純に、自分がセガのゲームになるってその嬉しさね、これは何でしょう、僕ぐらいの世代のゲーマーの連中はみんな憧れのものだと思いますけどね。まあね、主人公の、周りに、いるなんかライバルというか負の相棒というか、そういう感じのキャラクターですけれども、ちょっとね物語のキーとなる人なので、どうゲーム内で活躍するのかは楽しみですけども、ここもよく分かってないっていうね、正直あるレンタルビデオ店でバイトしてたんですよ。こう若い大学生ぐらいの子たちってちょっと恥ずかしいでしょうから、映画と映画の間にアダルトビデオ挟むんですよ。サンドイッチビデオっていうんですけど、僕の中で。でもこの大学生も半年ぐらい経って慣れてくるとアダルトビデオしか借りないんですよそういうね、人間のこう成長物語も見れまして、本当に今まで共演した尊敬する先輩方が皆さん出演されている、いつか私もここに立ってみたいなと思っていた心の一つであったので、大変嬉しく思いました。パイパーを見に行った時に2人の
セリフの帽子を見て、まあ、圧倒されたんですけど、空気感にも魅了されて、でこのお二人に挨拶行った時に、今日の宮沢さんに、あんちゃんの舞台やったらなんてこう気軽に声をかけてもらったことが結構こう残ってて、先輩たちの姿を見て、いつか舞台に立ちたいなと思ってた10代があって、それで元谷さんに来ていただいたんですけど、その時にちょうど元谷さんのコメントを書くのがすごいなと、なんかこうすごい人たちばっかりこの中にいるなっていう、舞台という場所が尊敬する先輩たちがたくさんいて、恐縮したり緊張したりする場でもあるんですが、その一方でこうどの世代もこう同じ舞台に平等にいられるところだっていう印象がそこで感じて、はい、まあ、それもありなんかいつしか宮沢さんの作品出られたらなというふうに思っていました。僕はどっちかちょっと吟味派ですね。だからネットとかで買うのが苦手なんです。ちゃんと物を見ていいなと思っても一回家に持ち帰りの話が、で嫁さんと相談して、で買うか買わないか決めるタイプですね。ハモ、関西人のハモの湯引きが出ると夏だなっていう。最近は東京でもよく、昔はね、僕は東京で行くとハモとか、まあ、食べる習慣がなかったんで、今はスーパーで買うのが買えますね。素敵な出会いに会いに、ぜひららぽーとに遊びに来てください。住信一でした。ゆかりのある北海道にちょっとの土地を持って、そこで生活するみたいなことを取り入れるようにはなってきています。それが自分のモチベーションにもなるし、切り替えにもなるし、自分の中のバランス、調和を保つ一つの秘訣になっていくんだろうなというふうに思っています。2冊目の写真集は自分の中では本当に完全燃焼したものだったんですよね。表現力を自分の中ですごく重視して、で全力で表現した作品になってて、で今回2冊目は越したいなっていうのは作る時から思っていて、力が入ってたんです。すごくプレッシャーというか、3冊目頑張って作らないといけないっていうプレッシャーがあったんですけど、撮影に入るとの皆さんのおかげで、特に熊島さん、カメラマンさんのおかげで本当に力抜いてリラックスすることができて、女優でもグラビアアイドルでもない素の私がふんだんに出てる写真集になって、2冊目とはまた違った完全燃焼した私が見れる1冊になってます。マイデジ TV をご覧の皆さん、新年明けましておめでとうございます。藤島まあでございます。私も壁ドンされるの初めてでしたし、お相手の野村さんも初めてだったのでなんかでも本人はなんか、俺こういうキャラじゃないだろうとか言ってて俺じゃないだろう、もうアランだろこれはって言ってて、本当だよなと思いながらでもまあドキドキしました。ちゃんといや照れましたね。普通になんかお互い多分キャラじゃなかったから多分照れたっていうのはあると思うんですけど、オスカーの大切な正解は初めての参加だったんですけれども、こう初めて参加するときは絶対にピンク色の振袖を着たいなという思いがありますので、改めて念願かなってこんな華やかなピンクの振袖を着させていただけてとても嬉しく思っております。こう2022年は、改めて仮面ライダーの作品もそうですけど、いろんなお役と触れ合えた年だったなというのを感じていますね。でこう新しい趣味などもあったりして、お役も含めていろいろな挑戦ができた2022年になったなというふうに思います。2020年で一番印象に残っていることは、そうですね、やっぱりそのファンの皆様と3年ぶりにファンイベントで素敵な時間をご一緒できたことがすごく印象的であり、お仕事の中でも一番嬉しかったことでした。私今までの役で
恋愛ものってあんまりやったことない、あんまりというかゼロだと思うんですよね。等身大の20前半か後半、20代の女性が恋愛していくっていうのを演じてみたいなってちょっと思いました。まあ、さっきこの等身大のとか言いましたけど、本当はあの昼顔じゃないけど結構あの倫理観に踏み込んでいくようなあのがいいですね。この分かりやすくないストーリーの、だって恋愛って、まあ、分かりやすいのもいいですけど、実際そうじゃないことの方が多いから、そういうリアルが描かれているような、そういう意味での等身大な恋愛の話してみたいですね。ぐちゃぐちゃな憎むべきキャラもいてみたいなのはなんかやりたいです。あ、私は多分そんなこう愛されるようなっていうよりも、すごく人間味のある憎まれるキャラの方がいいと思います。いいと思いますってか、自分のプロデュースみたいになってるけど、がやれると思います。はい、2023年はありがたいことに1月の5日から始まるドラマで、初めての主演を務めさせていただくんですけれども、こう本当にあの2023年の素敵な幕開けをさせていただけるので、この流れに乗りまして、あのまたいろんな様々なお役に挑戦していきたいなという思いもありますし、こう趣味が本当に私はたくさんありますので、その趣味に通じるお仕事もたくさん挑戦していけたらなというふうに思っています。ドラマあなたは私に落とされたいということで、フィクションだからこそ楽しめるちょっぴりディープな内容なドラマになっているんですけれども、本当にあの私は立花ノアちゃんという、偶然にもノアノアというちょっとね運命的なことも初めてお話をいただいた時に感じたんですけれども、とにかくあくまで本当にいわゆるあざといお役どころなんですけれども、そこも視聴者の方に楽しんでいただける一つのポイントなんではないでしょうかと思います。ということで、立花ノアちゃんの皆様の魅力に皆様を落とすことができるように、今日産撮影中ですけれども、日々予約を深めて商品してまいりたいと思いますので、皆様ぜひ一度いつか参考にご覧ください。月日が経つにつれて、あの経験っていうのは本当に二度とないんだなっていうのを改めて思いますし、もう二度とない、本当にいろんなことをやらせていただいて、1年間じっくり司っていう役と向き合えて、でさらに月日が経ってもやっぱり忘れないというか、根底にあるその基礎である、まあずっとそのままいくという意味ではなくて、基礎があってそこからいろんなことで淘汰されていくっていうイメージで、私はずっと基礎にいることがあります。ずっともうこんなに忘れないんだったらもうずっと忘れないと思います。プライベートで挑戦したいこと本当にたくさんありますし、何か、音楽が本当に好きなので、楽器をちょっと習って教養を深めたいなと、2023年の目標の一つとして何か楽器一つでも習いに行けたらいいなというふうに思ってますね。最近気になるのはピアノとかおこととかなんですけれども、2022年にこうついに運動と無縁になった私の人生がちょっと変わりまして、最近は週に2回ほどピラティスに通い始めたんですけれども、なかなか運動が私は苦手だったんですけど、ピラティスは本当にもう今で1ヶ月くらい続いていまして、こう忙しい時でも本当に頭もすっきりするので、楽しく通わせていただいております。何者でもないことが分かったので、やっぱりその役に死ぬ気で向かう、もう死ぬ気でやる、なんかちょっと根性ロスポコみたいになってますけどそういう感じではなく、暑苦しくもないんですけど、なんかテクニックとかももちろん大事ですけど、そういうのじゃなくて心から演じていきたいって、そしてなんか伝わってほしいな、皆さんにそうやって伝えていきたいなっていう
女優としての新しい自分のなんかファッションが見えたので、今後はもうそれを大事にしていきたいと思ってます。10年後はもう21歳ということで、また新たな節目を迎えた後ということなんですけども、そうですね、なんかいい意味でなんかいいところ、自分の好きなところは変わらないままでありたいなと思ってますけど、やっぱり年齢を重ねても挑戦することを諦めずに、怯えずにたくさんのことに挑戦できる自分で広島ノアでありたいなというふうに思います。舞台もやりたいです。舞台、あ、舞台今一番やりたいです。本当にすごく舞台やりたいです。だからまず小さいステップとして舞台を経験したいと思います。本当に2022年もありがとうございました。2023年もファンの皆様と共に手をつないで同じ夢を見続けられるように、私、広島ノア、日々調理していきたいと思っておりますので、2023年もたくさんの応援をどうぞよろしくお願いいたします。福山和沙です。私の3冊目の写真集月刊奥山和沙そう発売中です。女優でもグラビアアイドルでもないありのままの私が詰まってるので、ぜひ私の思いを受け取りながらじっくり読んでください。見てねどうも大場美奈です。この度大場美奈 YouTube を始めます。 YouTube を始めようと思ったきっかけはですね、思い出を残したいなと思いまして、この楽しい思い出だったりを何度も見返したいなみたいな、アルバムを作りたいなみたいな、そんな気持ちでちょっと YouTube のチャンネルを作ることにしました。編集だったり撮影だったりとか全くやったことがないので、どんな感じになるかわからないんですけど、まあ楽しいアルバムを作るみたいな感じで、ゆるく楽しく YouTube を更新していけたらいいなと思っておりますので、ぜひ、ゆるく楽しんでもらえたらいいなと思っております。というわけでこれからどうぞよろしくお願いします。では更新お楽しみに。バイバーイ。マガジン2021ベスト16に選んでいただいた斉藤愛です。18歳です。よろしくお願いします。はい、チャームポイントは白くて見えない肌です。特技は卓球の行ってみたいです。女優になることです。木村佳乃さんです。
music, my family. Everybody just scream! More music. 100% dance. Easy love. Do you want to do it on the floor? Yes, we do. Do you want to do it?
Bobby, let's go party.
all over me. That, that's the way I like to be. Come, come all over me. That, that's the way I like to be. Come, come